なく体重を落としたいという人に、週末だけのゆるベジ生活を始めてみませんか。普段不足しがちな野菜を摂ることができ、ダイエットもできて一石二鳥、失敗しないゆるベジタリアン生活のポイントを3つご紹介します。週末2日間で5食の野菜を摂ることを心がけて、色に注目して野菜を食べてみましょう。赤、緑、オレンジ、白、黒、紫と、野菜は大別すると5つの色に分けることができます。赤は抗酸化作用、緑はデトックス作用、オレンジは免疫力アップ、白は血液サラサラ、黒、紫はアンチエイジングと、野菜は色によっても異なる効果効能を期待できます。野菜を普段から摂っているという人でも、意外と5食を全て網羅するは難しいもの。緑と赤の野菜ばかりになってしまったり、オレンジの野菜が多かったりと、野菜の取り入れ方は思考やライフスタイルにかなり影響されます。5食網羅できるように食事を選ぶと偏りがなくていいですね。咀嚼が増える野菜&大豆製品を上手に組み合わせて、ベジ料理というと腹持ちが悪いイメージがありますよね。そこでおすすめなのが、歯ごたえがある切り干し大根やキャベツの芯、ブロッコリーの茎、ごぼう、レンコンなどの野菜です。強制的に噛む回数を多くすることで満腹中枢を刺激します。食べ過ぎ防止や腹持ちの悪さの解消に役立ちます。また週末のゆるベジ生活では、野菜だけではなく食べる食材をもっと広げることも大切です。サラダ大豆や厚揚げや納豆などの大豆製品は栄養値が高く、食べ依頼があるので料理に加えてみるといいですね。厚揚げは同量の木綿豆腐と比較すると、カルシウムは2倍、鉄分は3倍、タンパク質は5倍と、大豆特有の栄養素が凝縮されている食材ですが、カロリーがと気にされる人もいますよね。そんな時は熱湯をかけて湯通しして、余分な油を落としてから食べるようにしましょう。これならダイエット中でも安心して食べられますね。体調が悪くなったらすぐやめて、もしも週末ゆるベジを実践して体調が悪くなったらすぐにでもやめましょう。無理は厳禁です。絶対にこうしなければいけない、と義務感にとらわれてしまうとつまらないので、ストイックではなく、あくまでゆるくストレスのないように食事メニューを組みましょう。無理なく野菜が摂れる週末のゆるベジポイントを3つご紹介しました。お役に立てれば嬉しいです。